こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、7月の24日の水曜日です。今日はですね、アメリカの大統領選挙、バイデン大統領が、大統領選の出馬を、撤退すると。で、代わって副大統領を務めておられるハリス副大統領がですね、民主党の、候補として指名されたという、ニュースが飛び込んでまいりました。でこのあとどうなるかということですけれども、おそらく結果的にはトランプさんが圧勝するんじゃないかということを言われてますけれども、ここはまだ前回のですね、4年前の大統領選挙もトランプさんが優位だと言われていたんですけれども、最終的にひっくり返ったから分かりませんけれども、その時以上にですね、トランプさんが大統領選挙には有利な展開していることは間違いないでしょう。でそれだけじゃなくてですね、私が気になりますのは、アメリカ、それからイギリス、フランス、こういうところで 要するに西側諸国の、リーダーがですね、次々と、総選挙で、交代することになってますね。でフランスは、まだその後マクロンさんの後どうなるか決まってませんけれども、イギリスの場合には、完全に、政権交代が行われてしまったということですよね。でその背景にあるのは一体何なのかということは前々から私言ってますけれども、要するに、西ヨーロッパ、ここを支配してきたですね、考え方というのはもちろんキリスト教がその根幹にありまして、キリスト教というのは、グローバル、宗教でもあるわけですね。全世界に、そのネットワークがあって、そこから出てきている西側の考え方、自由主義、資本主義、民主主義、これをですね、何か、普遍的な価値というようなことを言う人がいましたけれども、そういう西側の普遍的価値、それをですね、が世界的に、通用するはずだし、通用させなければならない、そういう、勢力が、この30年間、非常に世界中を席巻したことも事実です。それは、昭和から平成に、変わりますときにですね、ソビエト自身が、解体されまして、共産主義国家から、ロシアと16の共和国に分かれていったと。でそして、ロシアも、その中で、かつては G8 という形で西側諸国の、グループだった G7 の中に G8 として、入会を許されたこともあったんですね。それぐらい要するに共産主義勢力というのはなくなって、西側の考え方が一つになってきたと、そういう時代が、30年間続いてきたわけですけれども、その後ですね、アメリカが、一極支配の時代がずっと続いてきたんですけれども、肝心のアメリカですらですね、もはやそういう考え方に共鳴される方ももちろんいるけれども、そうじゃないと。でそういう、グローバリズムにアメリカ自身が引っ張られていってですね、アメリカの本来のですね、アメリカ国民の自由や、正義や、そして価値観、そして利益がですね、他の国々に奪われてしまったんじゃないかと。特にその奪っていた、一番のもとはですね、中国だというのが、トランプさんが一番言ってきたことですけれども、そのバイデン政権になってもですね、中国には結構厳しい圧力をかけるように今なってますよね。ですからいずれにしましても、この中国に対する考え方というのはトランプさんから始まって、非常に強い圧力になってくるということなんですね。でそしてそんな中で、中国自身はですね、今度は、もともと中ロというのはですね、中ソというのは共産主義国家ですけども、中ロシアというのは中国とロシアの関係でいうと、ロシアは決して共産主義というわけじゃないんですね、今のプーチンの体制。強権主義、権威主義なんだというような報道がありますけれども、要するに、西側の、いわゆる自由、民主、法の支配というのとは別途のですね、自分たちの国の、この価値観、大事なものがあると。でそれを、西側諸国の一方的な価値観とルールで縛られるのは真っ平だと、という、考え方がもともとプーチンなのかの場合にはあるわけですよね。というのは、ロシアが解体されて結局のところですね、エリツィン時代にはもうロシアの財産が
この西側のですね、ユダヤ資本にどん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 巻き上がられてしまうと。で、国富がどんどん海外に安い金額で売られてしまう。それをなんとか止めようというのが、まあ、プーチンが選挙で勝って政権を取ってきた一番の背景にあるわけですけれども、ですから、そのロシアにとってはですね、西側のそういう普遍的な価値というものに引っ張られて、自分たちの国の国富、国の富が取られることが大変だと。で、同じくですね、中国もそういう考え方に立っているわけですね。で、そういうことを考えてきたときにですね、そもそもそれを一番初めに言い出したのは誰かというとですね、当の我々の国、日本なんですよ。要するに明治維新の頃をもう一度思い出してみればいいんですけれども、あの日本以外の全ての国はまさに西側諸国のこのヨーロッパのですね、支配下にあったわけですね。で、その当時は中国は中国ではなくてですね、要するに清でありましたけれどもね、清というこの帝国が、まあ、アヘン戦争によってですね、ことごとくイギリスに富を持っていかれる。そしてそれを見ていた欧米列強、まあ、その時は日本も含めてですね、次は俺たちもそこにですね、開発する権利を持たせてもらおうなんて形で、どん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 中国大陸に進出が進められていったわけですね。で、ロシアはその当時はロシア帝国でしたけれども、その後いわゆる日清戦争の後ですね、ロシア革命が行われていって、また別の道を歩んでいくことになるんですけれども、いずれにしましてもそういうふうにヨーロッパの列強、欧米の列強がアジアを植民地化していく。で、そして自分たちの国のルールをどんどん押し付けてくる。で、それはないだろうと言って立ち上がったのが、あの当時の日本であったわけですね。で、そしてその日本が取った方法というのは、アメリカ、欧米型の、そういう一方的な押し付けを拒否すると。で、しかし、圧倒的に軍事力で、劣っているわけですからね、それをなんとか食い止めるためには自分たちも欧米と同じような国のシステムで動いているんだと。まさに、まあ、ある種グローバリズムですよね。議会を作って、そして、まあ、イギリスに倣って、立憲君主制なんだと。で、王様、天皇はいるけれども、実際には議会で物を決めていくんだという形で、欧米と同じようなルールで、やっている先進国と同じ、仲間なんだというような仕組みをですね、取ることによって、欧米列強の進出を、食い止めたんですけれども、同時に、アジア諸国もですね、そういう欧米列強の植民地でずっといるんじゃなくて、それを独立させていこう。そして特に欧米列強というのは人種差別が非常に強かったわけですね。白人以外は人間じゃないと。まあ、それぐらいの考え方で彼らは持っていたわけですね。ですから、黒人であろうが、黄色人種であろうが、これを奴隷にしたりですね、殺したりすることも何ら、胸の痛みを感じないと。まあ、それほど、まあ、本当にえげつないことをやってきた歴史があるわけですね。で、それに対抗してきたのが日本なんですけれども、まあ、日本自身がですね、結果的に、その、欧米との対決、大東亜戦争ですけれども、これに敗れてしまって、そうした経緯も、すべて、消し去られてしまったと。自分たちの国の歴史そのものがですね、そういうふうに、正式には海外で認めてもらえないというのは、要するに東京裁判という、歴史裁判を、戦勝国にされてですね、そして日本が、やったことは侵略だったんだと。で、その侵略の結果ですね、民主主義国家に、打ちのめされて、そしてもう二度と、その、民主主義国家、まあ、特にアメリカですよね、に弓を引かないということを約束し、そして、そのことをですね、そういう戦争犯罪と彼らが後で名前つけたんですけども、それを、遂行した、政治家たちをですね、逮捕し、処罰する。そしてそれを、ちゃんとやりますと。要するに処罰をちゃんとやりますということを、実行したことを受けてですね、その占領の支配が終わり、いわゆる占領が終わって、日本はもう一度主権を認められるようになった。それがいわゆるサンフランシスコ講和条約で、これが昭和25年に締結されるんですけれども、それが
その理由がですね、要するに昭和25年というと6月に朝鮮戦争が起こるわけですよね。朝鮮戦争で北側のソビエトの支配していた金日成の軍隊が南側の韓国にこの侵略すると、そしてほとんど南を全部も集中に収めるとしたところでですね、慌てたマッカーサー、日本にいた GHQ のマッカーサーが日本に駐留している軍隊を朝鮮半島に送ってこれを押し戻す、そして38度線で停戦という形で今日まで続いているわけですね。もうこれが80年近くになるわけですよね。ですから、そういうことを考えてみるとですね、今回の、世界で起こっていることというのはですね、いわゆる、西欧型のグローバリズム、それを推し進めてきたけれども、その推し進めてきた、党の本人であったアメリカで、そしてイギリスで、その勢力のど真ん中にいた、政権がですね、変わろうとしている、また変わってしまったということなんですよね。でそして、国内ではですね、それぞれアメリカも、イギリスもフランスも移民の問題で大変、苦労しているわけですよ。要するにグローバリズムというのはですね、国籍、人種関係ないと、一応表面上そういう話にしてですね、ですから移民で入ってくる人はですね、自分たちのちゃんと、市民権があれば資格があればですね、国で住めるとという形の仕組みになっています。そこでアフリカやアジアの国々からどん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 移民がやってきて、もうヨーロッパであるにもかかわらず、つまり白人の国であったにもかかわらず、白人の方がむしろですね、マイノリティのような形になりつつあると。特にアメリカなんかまさにそうですよね。メキシコからどん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 移民が入ってきて、アングロアメリカと言われていたアングロサクソンの国だと思っていたのがですね、ラテンアメリカと同じようにどん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 、そういう、スパニッシュ系が入ってくると。でこれでは自分たちの国のアイデンティティ持たないじゃないかというのがアメリカでもヨーロッパでも起こっている。つまり、20世紀の初めから起こってきたグローバリズムですよね。でこれに対する、脳が、植民地ではなくて、もともとの宗主国であるはずのですね、国で、そのグローバリズムに対して脳ということが突きつけられているんじゃないかと私は思っているわけです。でそうするとですね、まさにそのグローバリズムに対して脳と言っていたのは誰かというと、まさに100年前、110年前の日本なんですよ。ちょうど明治維新の始まる前、幕末にこの黒船がやってきますけれどね、あの時代から日本が、江戸時代の末期でしたけれども日本が行ってきたのはまさにそういう欧米列強のグローバリズム、これをなんとか止めてやっていこうと。で自分たちの日本だけじゃなくてアジア各国にも一緒に共に戦ってやろうじゃないかと、まあ、そういう勢力が片っぽあったんですけれども、まあ、そのことも含めて大東亜戦争終わってからですね、占領されてから全て、日本人を失って忘れてしまってるんですね。でしかしもう一度今、考えてみなきゃならないのは、今回の、バイデンさんが撤退してハリスさんに大統領候補がなるらしいですけれども、トランプさんが圧倒的に有利なのは間違いないと思いますね。でトランプさんが言ってるのはまさにある意味で反グローバリズムなんですよ。そして、アメリカや、そしてフランスなんかでも野党がどんどん伸びてきたのはまさに今までのグローバリズム一辺倒とは違う方向に、党のそういう宗主国であった国の、国民がですね一票を加えてるわけですね。さてでそういうことを考えると日本の中で、これから何が議論されるべきなのかということです。で日本の場合にはですね、今年来年、まあ、1年以内におそらく衆議院と参議院の選挙が、あるはずです。しかしその前にですね、この9月には自民党の総裁選挙が行われているわけです。まだ、岸田総裁が立候補するかどうかというのはお話になってませんけれども、私はどなたがですね、総裁になろうとも、また総理になって解散総選挙もしくは参議院選挙が行われることになるでしょうけれども、その時にその自民党の総裁になる方はですね、こうした大きな世界の流れに対して日本の国をどういう方向に導いていくのかと、まあ、そういう大きな
私は歴史観を示してもらわなきゃならないと思っています。そういう意味で考えると、岸田さんはですね、もともと岸田さんの前のですね、安倍さんの場合にはですね、私が今申し上げたようなところの意識が非常に強かったわけですね。片っぽでグローバリズム、普遍主義といったら安倍さんが最初ですからね、自由民主、そして法の支配、まあ、しかし、それはそういうふうに安倍さん普遍的な価値と言っていたけれども、それはそれぞれの国に、それぞれのやっぱり、どの程度、そういうそのグローバリズム普遍主義をですね、それぞれの国の形に合わせていくかというのはそれぞれの国の歴史によって違うわけなんですよね。でしかし形としては今言ったように、自由民主法の支配というのは要するに選挙で選ばれた人がですよ、この国の、主権者の代表として政治を扱ってやるいくんだと、まあ、そういう意味で言うと、これをしっかりしているのは中国はそういう仕組みじゃありません。しかしロシアはそういう仕組みなんですね。そして他の、ヨーロッパの国々、アメリカも政権交代があるかもしれないけれども、やっぱり仕組みとしては国民が選んでやってるわけですね。そんな中で、日本が立つべき方向は何なのかと。でここをですね、安倍さんも、亡くなってしまいました。暗殺されてしまったんですけれども、次の時代の、岸田さんがやっぱりそこをしっかりお話をしていただかなきゃならないと思うんですね。来週あたり、岸田総理と、直接お話しさせていただこうと今日程調整していますけれども、ぜひこういうことをしっかりですね、岸田総理が、国民に向かって、世界が今大きな転換の時代に来ていると。でそこで日本がやらなきゃならないのは何なのかと、でそれをしっかりとですね、総裁選で示していくことがですね、もう一度、自民党に、国民の民意を、取り戻す、最大の私は、そのための、方法だと思っていますし、まあ、それをしなければ世界のこの大きな潮流の中で、日本がですね、自分たちの立場を、示すことができなくなるというか、今言ったように世界が動いている流れというのはまさに150年前に日本が言っていたことが今世界中でもう一度改めて言われていると、まあ、そういうふうに思うべきじゃないかと私は思うんです。ぜひ皆さん方も、こういう長いスパンでもう一度日本の歴史、世界の歴史を見て、今日本の置かれる状況について、議論を、していきたいと思っています。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。